皆さんこんにちは、みさとです。今日はメイク動画を撮っていきます。普段はね、コンタクトをつけてメイクすることが当たり前だったんですけど、裸眼のメイクってね、今まで経験があまりなかったので、しっくりくる裸眼メイクを見つけたいなと思ったのをきっかけに、この間インスタでみんなが垢抜けた裸眼メイクのテクニックっていうのを募集してみたの。そしたらこんな感じが漏れますよっていうのをたくさん教えてもらえたので、皆さん回答ありがとうございました。なので今日はみんなの垢抜けテクニックを実際に取り入れてみたらどうなるのかっていうことを検証しながら動画を回していきたいと思っています。それでは早速スタート。まずファンデーションからいきます。はい、こちら D プログラムの薬用ファンデ、こんな感じでチューブタイプで、敏感肌研究50年の資生堂さんが作った優秀なファンデーション。最近ね、タルクが使用されているファンデーションを長らく使ってたっていうこともあって、自分のお肌をサロンで底上げするときに今まで溜め込んでたものが急激にさ上がってきて、反応が出てきちゃったことが目に見えて分かってさ、そこからタルクフリーを意識して使うようになったんだけど、これはね、敏感肌とかニキビ、肌荒れ中でも使えてよれにくいし、すごい肌に密着して自然なツヤ感も出してくれるので、めちゃくちゃお気に入り。パフで混ぜませる。結構伸びもいいし、パフでポンポンすると綺麗に密着してくれるよ。はい、こんな感じです。程よいツヤ感と密着感と最高。サロンでめちゃめちゃ肌の底上げしてるから調子がいい。シェーディング、はい、こちらアートクラス by ロダンシェーディング。これはね、私が出会ったメイクさんみんな使ってるから私も買ってみた。これはすでに人気だよね。はい、ではここからみんなのおすすめを取り入れていきます。みんなのおすすめは、アイシャドウは裸眼の色に近い色を選ぶ。私の裸眼の色はこんな感じ。今日使っていくアイシャドウはめちゃくちゃ可愛い、こちらパーフェクトダイアリーの12色動物アイパレット。このパーフェクトダイアリーは中国でね、大人気のコスメブランドなのだけど、野生動物の絵がパッケージになってたりもしてて、これがねまた素敵で、それぞれの動物の目からインスピレーションを得てカラーとかテクスチャーの組み合わせを考えてるみたいなの。パッケージもね、こうやってここがサラサラしてたり、ここはツルツルしてたり、ここはピカピカしてたり、すごいいろんな表現がこの表面に出ているんですけど、目からインスピレーションを得て色味のね組み合わせを考えるなんて素敵よね。もう猫ちゃんの瞳に合わせた中身はこんな感じ。ちょうど私の瞳の色にも合いそうなカラーが揃ってます。この辺かな。色味がもう全部可愛くて、まあ、色どこじゃなくてパッケージもねすごい可愛いからテンションが上がるんだけど、なんとこのパーフェクトダイアリー7月23日から店頭販売開始されるからね、買いやすくなるね。嬉しいよね。この猫ちゃんのパレットの色味は気になる方もいるかと思うので、この左上から順番に腕につけてみます。はい、では左上から、ここがキャネットフード、ほんのり細かいラメが練り込まれているオレンジ混じりの薄だいだい色で、シャドウのベースとして塗っておくとよりづらいと思います。でこちらがドライフード、マット寄りの質感でちょっぴりくるみ色のようなイメージ。ベージュ系のしっとりとした雰囲気を出しつつも、さっと軽くのせた瞬間からしっかりシャドウの存在感を残せそうだなと思いました。でこちらキャットベル、めちゃくちゃキラキラしてて発色のいいシャンパンゴールドのようなラメ、結構ね伸びがいいので散りばめやすいし、ピタッと密着するのでヘビロテ決定。でこちらがテイル、メタリックなイエロー系ブラウン、ツヤ感立体感を出したい時とかグラデーションする時に綺麗に発色してくれるので、ワンランク上のアイシャドウが作れる印象です。そしてこちらラタンボール、ここのキャットベルより薄いシルバーゴールドのような色味の密着ラメ、これも軽いメイクとかに相性良さそうでたくさん使えそう。でこちらがティーザー、ラメ感の強いメタリックシャドウ、結構濃くのせたらメタリックに見えるし、こんな感じで薄く塗ればラメが薄くのってくれるような質感で、ピンクゴールドのような色味です。だからブラウン系だけじゃなくてグレー系とかパープル系とか、そんな色味にも合いそうだなと思います。お次はこちらの下の段いきます。ここの色味がガットミルク、その名の通りぬくもりあふれるミルク色、ちょいと指でのせてもムラなく綺麗に色がのってくれて、 EM メイクするのにめちゃくちゃ使えそう。涙袋とか目頭とかポイント的に使うといい感じになりそうです。でこちらがイヤーズ、
ここは完全にマットな質感のブラウンシャドウ。このねココア色がすっごい可愛い。ここがドライフィッシュ。さっきのここのティーザーと近い質感で、色味は薄いラベンダー混じりの薄ブラウンラメっていう感じですね。ここも薄くのせれば細かいラメだけがつく印象です。そしてお次こちらがスクラッチャー。ここは私の瞳の色に一番近くて使いやすいかも。グラデーションにも良さそうね。はい、お次こちらがシルバーバイン。締め色にもぴったりなビターブラウン。ここもマットな質感で、ちょこんとのせるだけではっきりと発色綺麗に色味が出てくれるので、細い筆でラインを描くときにも使えそう。そしてこちらがポーズ。マットなピンクベージュ。ブラウンメイクに少し血色感足したい時にも浮かずに使えるし、この色味はまぶた全体に使ってもなんか良さそう。はい、パレット全色紹介しました。マット系だとかパール入りメタリック系のそれぞれ質感の違うシャドウが詰め込まれてるので、無駄な色が一つもない。このシャドウの名前一つ一つ調べてみると、ニコちゃん要素が含まれてて名前すらも全部可愛い。そして早速のせていきたいんですけど、アイシャドウは裸眼メイクの時は控えめにするのがおすすめですということなので、グラデーションにしつつもあくまで瞳の色に近づけるイメージで、まずここのベースを塗り、はい、まぶたに塗るとこんな感じです。そしたらこことこれを使っていこう。あくまでも薄めがおすすめとのことなので、はい、こんな感じです。そしたらここの色味を目尻に。結構今回みんなの意見を見させてもらうと、アイライナーはがっつり引かずにメイクすることがポイントだよっていうことなので、ラインはね引かずにシャドウを目尻にラインのように使ってこんな感じで締めるイメージ、こんな感じです。はい、次目頭にオレンジのアイシャドウで影を入れると盛れる。なるほど、オレンジっていうのがいいのかな。目頭に影を入れるってことはこんな感じ、こんな感じかな。確かにオレンジだからこそこう淡い感じが出て、さりげない陰影っていうのが作れるね。はい、そしてねこれも多かった。裸眼の時はまつげはすごく大事だと思います。なおかつマスカラは淡くブラウン系が裸眼にはおすすめですということで、色素薄い系のロングまつげを作ってくれるビセのブラウニッシュマスカラ。落とすのちょっと大変なんだけど、仕上がりと持ちがかなりいいのでこれを使っていきます。いつもより多くまつげが上がっております。感じで大丈夫そうかな。はい、でね次これもテクニックの一つで意見が多かったのが、黒目の下の粘膜部分に茶色のペンシルで細く線を引くと黒目が強調されていい感じでした。黒目の上だけアイラインを引きます。黒目の下部分にアイライン、これは TWICE から学びました。こちらのヒロインメイクを使って黒目の上の粘膜部分にインラインを引いていきます。黒目の上どのぐらいの範囲までだろう。なるほど、こんな感じですかね。反対側も、はい、インライン引きました。そしたら黒目のこの下の部分も塗るということなので、その前に下まぶたにアイシャドウ塗ろう。はい、この黒目の下部分にインライナー入れることなかったから新鮮。こんな感じ合ってる。はい、次黒目の下に大きめのラメを入れるのがおすすめ。目の下中央にキラキラ入れるとラメが瞳に反射して可愛いですとのことなので、これを使おう。はい、これもすっごい可愛いの。こういう感じかな。はい、お次涙袋の線を描くというアドバイスもあったので、こちらセザンヌの描く二重アイライナー、これを使って涙袋の線を描く。ちょっと馴染ませて。はい、お次眉毛薄いのが裸眼メイクには合うよ。眉毛に抜け感を出すためにピンク色を使うと印象変わる。了解です。こちらロムアンドのこの辺りを使っていこうかな。ここでもいいね、このあたりをまず。そしたらセザンヌのペンシルで眉毛を描いていきます。はい、こんな感じです。次ハイライト、こちらもじゃん、パーフェクトダイアリースターダストダイヤモンドハイライト。
ホットハイライトはね、透明感ときらめきがもうとにかくすごくて、手に取ってみるとこんな感じで真珠みたいなツヤ感発色で、ラメが強めのハイライトなので、ちょっとね控えめにここの頬骨の上にのせていきたいと思います。ポンポンってのせただけでこんなにすごいね。そして鎖骨にキラキラ感を出すのも裸眼メイクにはおすすめだよということで、こちらのハイライトを赤くなっちゃった。この赤みが取れたらめちゃくちゃ垢抜けるはず。はい、お次チーク、キスパウダーチークスの01番、ブラウンオレンジ系のチークを控えめにここに乗せて、はい、こんな感じ。そしてリップ、リップはバチッと濃いめカラー一択、こちらパーフェクトダイアリーのリードミーフローディングライトリップグロス。これはね、名刺入れをイメージしたデザインになってて、このホワイトとゴールドの配色が高級感あって、思わずパケ買いしてしまうような魅力的なリップ。今回は102番を使います。こんな感じで香りも色味もローズ系、手の甲に出すとこんな感じ、すごくツヤツヤしててローズ系の可愛い色味です。実際につけてみると、こんな感じで自分の唇の色にカシスのようなローズ系の色味がツヤ感をね出しながらも溶け込んでくれるので、めちゃめちゃお気に入り。ほんと優しくソフトに乗ってくれて、色も長い間保ってくれるので、お食事しててもそんなに塗り直すことなく使えるのが私のお気に入りポイント。はい、メイク完成。合ってる？すごい新鮮新しいメイクが今日はできました。今日はベレー帽こんな感じに仕上がりました。皆さんもよかったら今回のこのメイクテクニックをね、気になる部分でもいいので取り入れてみてください。はい、それでは今日も長い間見ていただいてありがとうございました。また動画更新するので、その時もよかったら見てみてください。それではさよなら。